はいどうも、田口建物取引士の桑田正二です。本日は、宅金あるあるについてお話しさせていただきたいなと思います。アウトあるあると、セーフあるあるっていうのがあるんですね。こちらをさっと簡単にご紹介したいなと思います。試験を受けるにあたってですね、宅計の知識というのは必要なんですけども、この4択の試験においてですね、2択までは絞れたけども、あと2つの違いがはっきりわかんないっていう時に、こういったあるあるを使うとですね、 解きやすいなというふうに思うので、こちらをちょっと提案させていただきたいなと思います。はい。ではよろしくお願いします。はい。まず、アウトあるあるなんですけども、まず、これらのフレーズが含まれている選択肢は間違いの可能性が大ということなんですね。はい。どういうことかというとですね、例外を許さない強く言い切る表現の時はアウトなんですね。絶対こうですよって言った時はいろいろ突っ込みどころがあるんですね。 例えば、いつでも撤回できるって言ったときに、いやいや、こういう場合は撤回できますよっていう突っ込みが入りやすそうじゃないですか。こういう時はですね、もうこれは出題者の方がもうアウトにしたいんだということの表れなんですね。これを気づいてよっていうときに、 わざわざ強めの言い方をするんですね。そうすることで、これがもうアウトにしやすいわけですね。間違いな選択肢だということにしやすくなっているということなんですね。あの、問題って正解探し問題と間違い探し問題ってあるんですけど、例えば正解探し問題の場合は正解が一つ、丸が一個ですね。そして残り三つはツなわけですね。その罰を作るときに、こういったフレーズを入れることでツの選択肢を三つ作れるわけですね。撤回できる時も あるといううにににすすると今度は逆にセーフになっちゃうわけですねでいつでも撤回できるようにしたら、えー、いつでも撤回できないパターンの方が多くなるのが分かりますそうなるとアウトになりやすいはい続いて目的物を引き渡す場ではいつでもというねはいこのいつでもということがもうキーワードなんですね 目的物、例えば家とかですね、土地を渡すときに、えー、もうお金を受け取った場合は、もういつでもっていうことね。引き渡すまではいつでも解約ができるとかね。いう言い方するわけですけども、テストの中でね。でもこれはいつでもじゃないんですね。お金も受け取っちゃったらダメ。相手がもう取引をするのにもう動き出してたらダメとか。そういうことが考えられるので、このいつでもがあったらこれはもうアウトの間違いの選択肢だなというふうに想像してもいいわけですね。 はい、あとは、広さに関わらず、いや、広さ関わってくるよって突っ込めるじゃないですか。ということで、これも、関わらずを見つけたら大体アウトなんですね。でこれも、次、事情の遺憾に関わらずもそうですね。いやいや、事情はいろいろあるじゃん。それを認めない議論の余地なし問答不要っていうような時はもうアウトですね。 いやいや、大丈夫。法律ってそんなに厳しくないからってね。優しいとこもあるんだよっていう感じで。だから鬼のようなこの文言ですよね。事情の遺憾を問わずダメですっていうような言い方をしてるときは大体アウトですね。修理が可能か否かに関わらず。いや、修理が可能だったら、ま、なんか抜け道あるよっていうことが想像できるじゃないですか。だから関わらずってもうあったら大体もう間違いだと思っていいですね。 大体って言っても70%ぐらいですけどね。必ずしもそうじゃないですけどね。続いて、上場の遺憾を問わず、何々しなければならない。上場をね 上状、借用の上場ですね。これも何をしなければならないことはないって突っ込めますから、これもアウトです。この文言が入っている選択肢はアウトになる確率が高い。で、当然に。いや、当然というわけない。一応、事情を聞くよとかね。問答無用じゃないよっていうことですね。これも同じような表現ですね。はい、言葉は変わってるけど、言ってる強さは一緒ですよね。大体ね。 言い切ってますよね。強く言い切ってる場合はアウトなんだっていうことを覚えていきましょう。将来確実に利用できる施設であってもっていうね、こ例外を許さないような感じでね。例外を許さない感じもアウトですよってことですね。いずれも表示しなければならない。どんな場合でもっていうことですね。はい、これもなかなかありえないだろう。 すべての条件を揃えないといけないような表現も駄目ですよということですね。い問い48の統計問題で出てくるんですけど「住宅地商業地および工業地のいずれの用途も下落に転じた」ってね「いずれも」ってなかなかね「すべてが下落に転じることはないだろう」っていうふうにね珍しいすごい可能性が低い ものっていうのは、なかなか正解にはならないだろう、ということですね。一、はい、つだけでもね、工業地だけでも、例えば、下落に転じるんじゃなくて、2年連続で下落だったっていうパターンもあるんですね。これ意地悪ですよね。下落は下落なんだけど、転じてはいないんですね。その前の年までは上向きだったんだけど、去年から下落に転じたっていうね、方向性が逆行かないといけないので、なかなか、えー、こういった条件が揃って、しかも3つの土地で、そういうことが起こるというのはなかなかないんですね。はい。 これがまあ、ざっとあるあるパターンということでご紹介させていただきました。逆にですね、セーフになるパターンもあるんですね。これも覚えておきましょう。はい、条件付きの時は大体セーフですよということですね。逆ですね、どんな例外も許さないというような表現の時はアウトなんですけども、逆にわざわざこのレアなケースの時はっていうふうに説明してくれている場合、細かい条件を付けている時はセーフになるんだよというね、セーフの場合が多いんだよという、 フレーズですね。はい、見てみましょう。必要があると認めるときってね。必要があると認められないときはもちろん調査することはできないですけども、必要があるんだったら調査することできるでしょうね。これ当たり前ですよね。必要があるんだから。はい。 これわざわざ強調してるんですよね。これなんかね、もう、答えですよって言ってるようなもんなんで、これちょっと探してみてください。こういう表現ね。はい。続いて、規約に特別の定めがあるとき、特別な定めがあるんだったら、それはもう OK でしょっていうことですね。これはセーフですっていうことですね。わかりますよね。はい。わざわざこういうこと書いてんだから、ね、これは大丈夫です。はい。特別の定めがあっても、 ダメっていうような変な文章になるじゃないですか。そうなるとね。だからもう下の句がもう決定してるんですよね。これがね。上の句がこれが来たら下の句はもう OK っていうことです。続いて。A が相当の担保を供した時を除きっていうことですね、はい。相当のね、これもまた後で出てくるんですけど、相当っていうのは何をもって相当なのかわかんないじゃないですか。この大体にこの幅が広い、ぼんやりした表現の時はセーフになることが多いです。はい。で、そういった場合を除きっていうことで、 特別な条件をここに出してくれてるわけですね。そういう時はアウトになる状況を除外してるというふうに考えられるので、これはもうセーフだということですね。続いて、役員である時を除きって。役員であれば、これ OK ということですね。ちょっと難しい表現ですけど、この除きっていうのはある種ネガティブですよね。そして、これできないもネガティブじゃないです。これダブルネガティブって言って、二重否定なんですね。二重否定があるということは、これは、えー、肯定文、正しい普通の文で言うと、 役員であるならば D 社の専任の宅地建物取引士となることができるということを言ってるんだけどそれを裏返して言ってるんですよねわざわざ文章を難しくするために言っているというそういうテクニックを使って受験者を困らそうとしているという出題者の意図が見受けられますねはは。い、これは のぞ、まあえー、ここきっていうのが、まあ、キーワードですね。アウトの状況を除外しているということで、これは政府になる表現なんだということですね。で続いて、はい、具体的な条件が示されていない。はい、先ほども言いましたね。ぼかした表現の時はは政府なんだよということですね。はい、先ほどね、えー、相当とかありましたよね。あ相当ね。これぼかした表現ですね。何をもって相当なのか分かんないじゃないですか。例えば、何々と。党ってね 幅を広げる表現は間違いにしにくいので、これはセーフなんですね。通って入れられたらもう大体なんか、ね、なんか、OK なやつが増えるじゃないですか。これのみって言ったら間違いにしやすいけど、なんとなくこれ、この類のやつらは大体 OK ですって言ったら、うん、まあ、うん、幅が広がるからなだ。だから時間で考えたらいいですよね。1時に約束して、1時1分に来たら遅刻じゃないですか。でも、1時ぐらいに待ち合わせって言って、ぐらいにしたら、 政府の幅広がるじゃないですか。そういうことなんですね。ここで考えてもらいたいのが、なぜ政府の守備範囲を広げているのかということですね。これはつまり、出題者はこの選択肢を 政府、つまり丸にしたいわけですね。無理やりそうするために、等とかつけて、後でね、受験者から突っ込まれるのを防いでるわけですね。いやいや、等って書いてたから、いや、確かにこの素材以外のものでもいけるんだけど、えー、それ出してないよねっていうふうに突っ込まれたら嫌なわけです。だから等っていうふうに入れることで、 逃げ道作ってるんですよね。はい。じゃあ、例えばこれですね。プレキャストコンクリート版等で作られる。ね。はい。この等があるかないかでだいぶ違うわけですね。プレキャストコンクリート版のみで作られるっていうと、じゃ例えばプレイキャストグレートコンクリートで作る場合も、これはいけるはずなんだけどとかって専門家が言ってきたりしたらですね。じゃこの問題は間違いってなっちゃうわけですね。だから、この等って入れることによって出題者を守ってるわけですね。後で突っ込まれたくないっていう意思が現れてるんですね。 はい、相当の期間ね、これ、ぼやけた表現があることで、間違い箇所になることを、 防いでるわけですね。これも同じ理論ですね、はい。相当っていうことで、ここははっきりとした間違いを作りたくないっていうことの表れなんですね。このぼやけた表現っていうのはね。例えばですね、令和3年の12月試験の問い45でこういうのが出てきました。相当の期間が正しくは1月でしたみたいな、こういう問題の作り方はしないわけですね。相当の期間って言ったらもう大体正解なんですよ。相当の期間がもう間違いで1、 1>, 1月でしたっていう風な具体的な数字が実はここに当てはまるよっていうような作り方はしないんですね。もう相当の期間って言ったらもうそこはもう間違い場所じゃなくて、もしその選択肢が間違いだとしたら、ここ以外の場所が間違いになっているということがありうるですね。次第なく、ね、次第なくよく出てくるんですね、宅建だとね。もし間違いになるとしたら期間が間違いのポイントではなくて、これもさっきと一緒ですね、これ1月とかになるわけじゃなくて、事後ではなく事前を間違いポイントとして出題されるということですね。はい、どういうことかというと、 知体なくっていうことは何か物事が起こった時、例えば工事をした時ですね。工事をした時に知体なく事後報告をするとかね。そういうことですね。知体なくっていう表現自体がもう、えー、物事の後、アフターの表現だということがわかりますよね。はい。ここは知体なくの幅を間違いにしているわけじゃなくって、直ちにとかね。 地体なく。この地帯なくじゃなくて、ここは実は直ちにでしたよとかいうような間違いの作り方はしないわけですね。はっきりしないじゃないですか。何をもって地帯なくなの何をもって直ちにあるのとかね。ここは幅を間違いにはしにくいわけですね。どういう間違いの作り方をするかというと、この地帯なくの場所が実は 事前にとかになってる。方向の場合だと明らかに間違いっていうのは作れるじゃないですか。本当は事前なのに、ここで事後の表現、アフターの表現を使ってるっていうことは明らかに間違いにできるので。 そのあたりは怪しんでいいんですけど、幅に関しては間違いにはなってないっていうことは覚えておいたらいいと思います。はい。例えば過去問で見てみましょう。はい。直ちにその旨を感知計画にかかる区域を管轄する登記書に通知しなければならない。その他、精令で定める公共のように供する施設とかいう、ね、文書があった場合にですね。この直ちにっていうのがあった場合は、ね、ここはまず間違いにはならないよということですね。ここは仮に死体なく 変変わわったとしてもそんなに変わんななにいいじゃないですかだからここを間違いにしてた鬼ですよね。いや、直ちになってここは地帯なくなんだっていうような、もうはっきりしないわけですよね。そういうことはしないっていうテストの特性があります。はい、他にも ワードちょっと紹介しておきますね。直ちに報告をその他、定の期間定の建築物、あらかじめとかね。あらかじめが、この地帯なくとかね、直ちにに反する言葉ですね。逆の方向性を示すよね。before の、before の表現の代表格ですね。はい、で軽微な変更ね。何をもって軽微なのかをよくわかんないじゃないですか。だからと、ここは定義しにくいので、突っ込みどころが、う作りにくい。 ということで、これは正解になる確率が高いですね。はい。で、一体なく、まためましたけど、ね。はい。で、これは、えー、間違いを作りにくい表現なんだっていうことを覚えておきましょう。はい。これらを駆使することによって、 迷った時の最後の神頼み的な感じでね、2択を最後に絞った2択を1択に選ぶということができるんじゃないかなと思って、僕はこの宅建あるあるをお勧めしているわけですね。はい、これから6ヶ月間ですね、まあ、こういったことを頭に入れながら解いていくといいんじゃないかなというふうに思いました。 はい。今後もたまにね、こういった動画をアップしていきたいと思いますので、もし興味がある方いたらですね、チャンネル登録お願いいたします。そして、僕のサイトの方もよろしくお願いします。最後に告知を挟ましていただきます。30秒だけ見ていただければと思います。お願いします。あの、卓剣という試験は、あるある問題だらけなんですね。あるあるの罠に気づくことで、ご失点を防ぐことができます。この言葉があれば、その選択肢はアウト。承諾があれば、すれば足りる。当然に、広さに関わらず。こういった 言,た言葉はいわばアウトフラグなんですねその選択肢は間違いですよってね教えてくれてるんですね逆にセーフフラグもありますその選択肢を間違いにする気がない時はぼやけた表現を使って間違いポイントを作らないようにしてるんですね相当の期間あらかじめ直ちに報告警備な変更出題者の意図が分かれば難しい問題でも点が取れるようになります知識がないと合格はできませんししかし知識がある人でも落ちて しまうそれが宅軒試験なんですね落ちないためには罠に気づく必要があります僕のあるある解説動画を見ていただければ学習時間を100時間短縮することも可能です是非最小限の学習時間で目標を達成してください毎月無料カウンセリングもやっております皆さんの悩み解決とそれに合った学習プランを提案させていただいておりますまずは概要欄のリンクから僕の宅軒コーチングサイトをご覧ください 一緒に最短一発合格を目指しましょう。ご連絡お待ちしております。